人口72万人、23区でトップの世田谷に次ぐ人口を誇る練馬区。23区の北西に位置し、かつては鉄道が不便だと言われていましたが、副都心線の開通で渋谷や横浜へも1本で出られるようになりました。皆さんは練馬区と聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか。今日はここ渋谷で聞いてみたいと思います。なんだろう、学校で習った、なんかある。ちょっと昔は田舎だったのよ、畑があって。目黒からご覧になって、あのどっちの方が住みたい。それは目黒よ。練馬大根、練馬大根、それぐらいかな。残念ながら渋谷を訪れる人たちには印象が薄いよう。一方、実際に練馬区で暮らす人たちはどう思っているのでしょうか。うん、いいところだと思いますよ。もう長く住んでますけどね。はい、いいイメージの区ばっかりなんで、ちょっともうどうにもならないのかなっていうのは。不満はないようですが、イメージアップは区民さえもちょっと諦め気味。こんな残念な状況の中にも区民の多くがイメージするものがあったんです。練馬区のイメージ、練馬区のイメージ、あ、緑があるとか。あ、緑が多いですみたいな、そんな感じ。そこで緑を使い、練馬区が内外に向けたイメージを変えようと、先月から新たなプロジェクトを始めました。それがよりどり緑練馬です。プロジェクトを始めるにあたり、区ではイメージ CM を作りました。区のホームページで公開したところ、わずか20日でおよそ13万5千回再生という大きな反響がありました。このプロジェクトの仕掛け人が市橋歩さんです。大手広告代理店勤務から2年前に区の期間限定職員となり、広報戦略を担当しています。印象があんまりないっていう、多分東京23区の中ではそんな、区なのかなっていう。ただまあ、ずっと住んでるんで、住んでみてすごく過ごしやすいっていうのはあった。イメージ戦略で大きく変わった市があります。千葉県の流山市。つくばエクスプレスの開通で住宅開発が進む中、若い子育て世代をターゲットに大胆なキャンペーンを展開しました。市の人口はキャンペーン前に比べおよそ1万2000人増加。特に子育て中の世帯が増え、35歳から39歳の年齢層が市の人口で最も多くを占めるようになりました。一方、練馬区の狙いは、そのタイミングでなかなか住民の方が区政に対して関心がない方がやっぱりどうしても多いのかなっていう部分をすごく感じましたので、そのビジョン、新しい施策をより関心を持ってもらうために、同時にこのよりどり緑練馬っていうキャンペーンを立ち上げようと思いました。よりどり緑プロジェクトは、緑をテーマにした練馬区の写真を来月31日まで募集し、それに写っている緑を集めて区独自の緑色練馬グリーンを決定。募集した写真の展覧会や練馬グリーンを使った区民参加型の第2弾 CM を制作するなどして、練馬区の魅力を積極的に内外に出していくとのことです。この練馬のブランド力っていうものをより強く出して、で外からのイメージが変わっていけば、練馬の住んでる人たちも実はそれがすごく嬉しかったり誇りに思えたりっていうところがあるん でそういうところでなんかこう、もっともっと練馬区が元気になっていけるようになったらいいなという。外からの練馬区に対するイメージを一新し、区民が誇りを持てる区にするという練馬区の挑戦は今後どうなっていくのでしょうか。注目です。確かに都内でも随一のこの緑の多い練馬区ですから、この区の色を、カラーを色で表していくというのはいいかもしれませんね。練馬区によりますと、今回のプロジェクトは予算に対しておよそ10倍の広告効果があったといいます。イメージを変えることが今後区民の暮らしにどう影響を与えていくんでしょうか。挑戦はまだ始まったばかりです。特集でした。